それこそね、僕の一個下にね、ナイステッペっていうやつがいるんですよ。好きやな、ナイステッペ。それ東京 LSC10 期生のピン芸人でね、でそいつがね、毎月1回ライブをやってて、でそれはいろいろ企画をやって対決するのね、である対決で、有名人とツーショットを撮りましょうっていう対決やったよ。でどっちがすごいかみたいな、どっちが何枚多く撮れるかみたいなことやってて、てっぺんはやっぱもう闇雲にいろんなとこ行ってるから、で行くやつの中の一つに、品川駅新幹線のところの、あれやか、であそこにまあ言うたら芸能人の人がいっぱい出入りするかもしれんから、 あそこにこう待機してるみたいな人がおるかもしれんって、いうもし思って、てっぺんはそこに行くねんって、で1日目バーって行った時に前にね、あの高校生ぐらいの男の子3人がおったらしいんけど、でその男の子たちも多分そうなんよ。同じその芸能人の人と写真を撮りたい子たちも、その子たちがバーって走っていったよって、でその先見たら男の人が2人おんねんって、でパッて見た時に、あれなんかあれ動画サイトで、結構有名になってるジョーっていう人ちゃうかなって思ったよね。亀田光輝に買った1000万円とかの対決したジョーっていう人ね、あれジョーやんってなって、で僕ちょっと行ってきますってバーって行ったんやて、ほんでその3人の子たちがこう写真撮ってもらって、ほんでもうすごい対応が良くて、その人ジョーが、でてっぺんもすいませんいいですかって言って、で撮ろうとしたらこうなんかもう一人の男の人もなんかふわっと入ってくるみたいな感じがあったんやて、何やこの人思って、でまあ家は取ってパーッと取ってね、でありがとうございましたで、いやまた応援してくださいねみたいな感じで、すごい明るいもう気さくな感じで帰ってったその人たちがね。でもさ確信がないのよ、ジョーかどうか、てっぺいからしたら。でその高校生の子に、ちょっとすいませんと、今の誰ですかって聞いたんやて、ほんならそのね高校生の子が、はお前失礼なんだよってめっちゃ切れんねんって、ねなんでお前わかんねえの写真撮ってんだよ、お前なんだよお前って言うのね。でえってなって、高校生やない高校生、でそれでめちゃくちゃ腹立ったんですよって言うんよ、わそれは確かにまあてっぺが悪いけど、その高校生もちょっと腹立つなみたいな。でもさやっぱ気になるやん。まあそうやな、その一体誰と写真お前撮ったんすよ、そこやな。で俺それ見せてもらって、俺それで、それをもらってんけど、ね、おもらったんでしょ。そう写真をもらったよ、この写真ね。俺この言葉を俺人生で初めて、俺言葉発したと思うんだけど、パッて写真見せられて、これパッて見せられてね、パッて見たから、いや風数やんやん。後輩やん。いや風数やんやん。マジでマジで、あいつ品川わざわざ行って後輩と写真撮りに行った。いいですかってね、撮ってもらって高校生にキレられて、もう最悪やなお前っつって、うわー知らんな、怖いことあるな。いやほんまに怖い、知らんのほんまに怖いよ。マジで風水は知っとかなあかんやろ。いやだから知らんねんって、すごいな。